暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。カトリックとプロテスタントの異端を問わず、キリスト教が非常に大切にしている祈りがございます。それは主の祈りと言われて、ある時キリストが先生私たちに祈ることを教えてくださいと弟子たちにせがまれた時に、祈る時にはこう祈りなさいとキリストがお教えになった祈りでございます。ルカ11章によりますと、父よ皆が尊まれますように、御国が来ますように。私たちの日々の糧を日ごとに与えてください。私たちの罪をお許しください。私たちも自分に負い目のあるみんなを許しますから、私たちを誘惑に合わせないでくださいという祈りでございます。この祈りは私たちが毎日ミサに預かるとき、またロザリオの祈りを唱えるときに必ず唱える祈りでございますけれども、私はこの祈りの後半にある私たちの罪をお許しください、私たちも自分に負い目のある人をみんな許しますからというところで、ちょっと心にやましさを感じることがございます。というのは、自分が果たして本当に人を許しているだろうか、で許していなければ許してくださいと申し上げる資格も権利もないのでないだろうか。確かキリストが許しなさい、そうすればあなた方も許される、あなた方が測る、その測りであなた方も測られるというふうにおっしゃっておりまして、私たちが寛大に許せば私たちも寛大に許していただける、許さない時には私たちも許していただけない、少ししか許さない時には少ししか許していただけないという、許しの厳しさというものがそこには書かれております。キリストのご生涯を考えてみると、それは愛しがたい人たちを愛し、許しがたい人たちをお許しになったご生涯だったと言っても過言ではないと思います。そしてその極みは十字架の上でご自分をお渡しになったこと、私たちを愛して死んでくださいましたし、また十字架につけられて最初におっしゃった御言葉が、父よ彼らをお許しください、彼らはしていることがわからないのですからという言葉でございました。でこのようにキリストの許しの特徴というのは、無条件また無制限に人を許したということにあると言ってもいいかもしれません。無条件、そのためには敵をも愛しなさい、迫害する人のために祈りなさいと言っていらっしゃいますし、無制限というところでは、かつてペトロがキリストに、私たちは人を何回許したらいいんですか、7回までですかとお尋ねしたときに、キリストがはっきりと、いや7回を
70回繰り返して許しなさい。つまり無制限に際限なく人を許しなさいということをおっしゃっております。愛と許しの関係はご復活をなさった後のキリストとペトロとの会話によく現れております。ペトロは12人の使徒の頭に立てられ、そしてペトロ、岩という意味ですけれども、そのペトロ、お前の上に私の教会を建てるとまでキリストに言われた弟子でございましたのに、キリストが捕らえられて十字架につけられた時に、三度まで私はあの人を知らないと否みました。キリストを裏切りました。そして三度目にキリストを否んだ時に、キリストが予告なさったように鶏が鳴いて、それを聞いてペトロは泣き伏して、その泣き伏すペトロをキリストがとても優しくお見つめになったということが聖書に書かれております。復活後ペトロにお現れになったキリストは謝罪を要求なさいませんでした。そうではなくてペトロに向かって、お前は他の人たちにも勝って私を愛するかと尋ねていらっしゃいます。そしてペトロが、はい主よ、あなたがご存知のように私はあなたをお愛してますと答えます。同じ問いを3度、同じこと言葉を答えとして3度お受けになって、キリストはペトロの裏切りをお許しになりました。キリストに習うということは、従って私たちも許しがたい人たちを許し、愛しがたい人たちを愛するということにあると思います。私は許すということをとても難しいと思います。で、人が許せないときにどうするかというと、まず許せる私にしてくださいとチャペルに行って神様にお願いすることがございます。またチャペルに行かないまでも神様に許せる私にしてください、お願いしますけれども、なかなかその願いはすぐには聞き入れられません。もう一つ私が考えるのは、あ、私って本当に弱いんだと、人を許すことができない、自分がそれだけ謙虚にしていただけたということに感謝することにしました。そして3番目には、私も許されなければいけない人間なんだと、人を許さないなどと言えた義理でない。で、このことは聖書の中にキリストが1万タラントを借りていた人にその借金を許してやる主人の話をしていらっしゃいます。1万タラントの借財を許してもらった人がその60万分の1でしかない100デナリオを自分に借りていた人に返せ、返すまでは牢屋に入れると言ったというお話がございます。そしてそれを聞いて1万タレントを許した主人が大変怒りまして、その人を牢屋に入れたと聖書は書いております。で、私などはそれこそ60万分の1どころかもっと小さなことで私を傷つけた人を許せないと言っている。それなのに神様に対してどれほど大きな
罪を犯しているか、それを許していただいていながら、小さな小さな私に対しての負い目を許すことができない。これが3番目に私が考えつくことでございます。そして最後、そうでなくても傷つけられて悔しいのに、それ以上それにこだわって自分の大切な時間、命を使っていてはもったいない。つまり許さないうちは、私たちは相手に支配されていることになります。ですから、できるだけその思いを断ち切る、それを私は自分に課しております。でもそれも決して優しいことでなくて、自分では断ち切ったつもりでも、何か胸の中にもやもやとしたものが残ります。信仰詩人の八木重吉が、すべての苦しみの根源は無条件に無制限に人を許すという、その一念が消え失せたことだと言っておりますけれども、私たちも決して神様でないですから、無制限無条件に人を許すことはできませんけれども、せめて人を許したいというその気持ちだけはいつまでも持ち続けていたいと思います。で、人々の間に33年ほど一緒に住んでくださったキリストは、人間の弱さを十分にご存知ですから、人を許したいと願いながら、なかなか許しきれない私たちを理解して、そして私たちが自分の心の戦いに勝った時には、よくやったと褒めてくださるでしょうし、負けてしまった時には、自分が少し謙遜になれてよかったねと言って、これまた優しく褒めてくださるのではないかと思います。父よ、私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。ルカ11章2節から4節。